こうなってる。キクさんとも会いたいな。キクさんとも会いたいですね。そう、まあキクさん来てないから言いますけど、最初俺キクさんに嫌われてると思ってらっしゃるんですよ。逆だ、キクさんは俺に嫌われてると思ってらっしゃって。そんなのあるんすか。あのちょっと前にだいぶ飲んで我々の生放送に来たことあったじゃないですか、スタイプで。その時相当やらかしたっていう記憶だけは残ってらっしゃるんですよ。で、そっから俺はコトさんに嫌われてるかもしれないって、なぜか謎の疑惑が出て。あ、その話をあのダークソウルで実況やってる時に延々とその話したの。俺コトさんに嫌われてるかもしれないみたいな。なんで俺がいないところでいいですか。嫌ってないから、むしろすげえ楽しかったからしかも、ボス戦中に話してたから、うん、俺何一つ聞いてない何一つ心に入ってない響かない響かないやつ。あとで編集するために見てた。ああ、ずっと喋ってる。いやでもありますよね、私も結構だからあの酔っ払って覚えてないこととかあるんで、あいやもしかしたらやべえこと言ってんじゃねえかなとかよくありますよ。断捨離男子俺マジで本当に焦りましたから。普通にして相当そわそわしてましたもんね、あの時。だってあのね、その今坂東さんと一緒にコラボをやらせてもらってるんですけど、やろうってなって、やろうってなったばっかりなのに連絡が取れない。これ俺なんか言っただろう、生放送中に。なんかやらかしたな思ってましたよ。いや本当になんかお仕事忙しいみたいな。ちょっと部署が変わったらしい。そうですね、お仕事が忙しかっただけだって言うんですけど、もう焦りましたよ。あ俺またやっちまった、どうせなんかエロいこと言ったんだみたいな。すごいへこみましたもん。自分で良くないって分かってても結構私ね、女性の方にねなんか言っちゃうんですよね。言っちゃうんですよ。俺も言いたいんですけど、言った後のレスポンスはどうか言えないんですよ。いや、いいと思いますよ。本当は結構ズケズケいろんなこと聞けないんですよ。どんなタイが好きなんだよ、言っちゃうんですよ、多分お酒の。そこまではいけねえな。言っちゃうんですよね、言っちゃうんですよ、言っちゃうんですよ、皆さん。好きやった人数とか、好きやった人数、やった人数とか、そこは聞かれる。 100% 聞かれる質問ばっかしたくなっちゃうんだけど、大体ね、その時はハハハーなんて言ってくれるんですよ、後から思い返したらね。完全に男性されますからね。でも、あでもなんだかんだで結構あれですね、寛容な方が多かったなって思って、でも私こう今まで一緒にやらせてもらった方々って、なんだかんだでやっぱすごい人たちでしたね。すごい、あの結構その、まあ、コタさんももちろんそうなんだけど、一緒になんかこう動画やらさせてもらう人って、はい、結局なんかこうクリエイティブな面で、はい、なんか尊敬できる人たちです。あれです、尊敬できる人たちです。ハルさんもですね。ハルさんってただエロいお姉さんじゃないです。なんかただエロいお姉さんっていうような見せ方をしてますけど、あの人は面白いからそれをやってるって。もう俺のハルネのイメージは四つ前なんですよ。もう四つ前のイメージしかないですよ、ハルネに関しては。まあ、それが面白いからあの人はやってるだけですね。面白いと分かってるからそれをやってるだけで、裏では打ち合わせしてこう打った方が面白いとかっていうのもちゃんと分かってる方なんです。これは催されることがあったのかなで、ニャンさんとマリさんに関しては言わずもがなですけども、言ったらあの声優業をやった方で、そうですね、ニャンさんは声優で、方や声優しようね。マリさんもだって声優やったじゃないですか、あのラジオ番組なんか言ってましたね。ラジオ番組やってて、そのラジオ番組の CM か、CM やった方じゃないですか。そうです、言ったらもうプロの世界を見てきた方だから。そうなんですよ。それ聞いた時、モヨさんすげえ、超すげえって言いましたね。いや全然知らなかったんだけど、もともとは知らなかったけど、後から聞いて、やっぱりすげえ人なんだっていうのを尊敬したもんだって。それは尊敬しますよね。っていうか一緒にやっててやっぱね、格の違いを感じるもん。皆さんに格の違いを感じたら、私はだいぶ下の方を、ひょこ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 毛虫のように張ってますよ。
やべ、ハイライト弾きてぇな、神山いるか。そうだよ、それぞれギタリストなんだよね。僕は小学校5年生でギター始めたぞ。小学校5年生ってすごい早いだよ。当時の担任がギターやってる先生で、その時に感化されて、お袋にギターやりたいって言ったら、職場の人がギター、モーリスの1963年ぐらいのモデルのをもらってきて、アコギを、アコギを、もう50年、結局それ売っちゃったんですよ。売っちゃったんですよ。ペグのところが完全にあの歯車なんですよ。あのペグのカバーが後ろなくて、むき出しなんですよ。え、でもすごいですね。モーリスでその年代とかって言ったらかなり、すげえ欲しい人は欲しいって欲しいやつですね。売った時にもうこれは多分使わないだろうから売っちゃったんですけど、12万って言って、売らなきゃよかったと思いました。今未だに結構な、だって手に入れようと思っても手に入らないレベルですね。楽器屋でちゃんと売ったんですけど、これはいいやつだねって言われて、これだったらこんぐらい出すよ。多分それももしかしたらかなり安値で言われたかもしれないですけど、分からないで売っちゃった。当時お金がない俺からしたら12万ありがてえっつって売っちゃいました。年代的にってもう手に入らないですよ。50、もう53年ぐらい前ですね。今で言うと音はめちゃめちゃ深みがあります。しかもあれですよね、なんかあのあれグレッチだかギブソンか。ギブソンです。ギブソン持ってるんですよね。ギブソンのレスポールスタンダードを、しかも持ってるって言って使ってないっていう。ずっと友達にこれ何年だろう、6年ぐらいつけたすげえ。ギブソンもですよ。ギブソン分かりますか。ギブソンですよ。レスポールスタンダードのマスタードカラーで調べれば出ますよ。ギブソンを友達に預けて6年、はい、友達ん家に行くとたまに触ってますけど、ちゃんとメンテナンスされてます。綺麗。でもその方がいいか、うちにあると。いやでもその方がいいかも。たまんないんだよ。そうなんです。俺もやんないの絶対抜き出しにしちゃうと、レーサービルがフレーム曲がるわ、ネックとか曲がっちゃう。だったら使ってもらえるもんなんだ。ちゃんと手入れしてくれる。あのバンポーズチキンの藤原元夫さんのモデル、あ、マスタードカラーじゃねえかな。でもあそういえばリーザさん、これリーザさんもさ、確かドラムアーかなんかあるね。あーレスポールセクシーなんですよ。セクあの小峰がセクシーもう女性にしか見えない。オナニーできたの、ね、できたかも。やばい、あれおかずになるよ。よし、一歩くれ。どうぞどうぞ。いや、もろていこう。いい感じに気持ちよくなってきた。ネバーランドに関しては本当に初めてやるわ。あの、アコギで初めてですね、完全に。すいません、いらっしゃいまーす。僕らの目がほら見えるの君
明日街も遠くなった。懐かしいままやった声が今も胸に刺さってるけど、まだ僕はこんなもんじゃない。何も知りたいわけないよ。新さんこんばんは。いやー、いやー、漏れなくあの上位散歩でこれ歌いますよね。そうっすね。ほら、ハイライト。いや、2009年、太陽に消された星みたいだった。青空の上に隠れた糸で天気と爆発した戦闘お茶が、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 この光が届いてますか。
してみよう。追加しちゃないけど、もしダメだったら、録画でも使わないで。わかった。おお、来た、おお来た。つまらない、つまらないな、おいでよ、何にもないけど、僕もそう、とても大きいの、クラスで下の芝居が少しだ。おい、赤枠だ、赤枠だ、赤枠の場合どうする？赤枠はコンティニコインもらうか、もう一回始め直す。ご縁はあります。ありがとうございます。ご縁はあるみたいです。このまま延長になります。ご縁大丈夫か。じゃあ大丈夫。おー、いいな。完全に未公開です。いやありがたい、ありがたい。この程度なら予告しといてもいいよね。ありだね。生だね。